シャディア、バイクに家への道を教えて。来て、バイクおじさん。あの屋根から私の家が見えるよ。ついてきて。高いところちっとも怖くないでしょ。先に行ってくれ。ついていこう。どこでそんな登り方習ったの？面白そうだね。ここよく登るの。綺麗で幸せな気持ちになる。みんなそうならいいのに。違うんだ。心配するな。父さんと母さんが何とかしてくれる。さて、家はどこだ？あそこの丘の上、見える？ああ、兵士たちもな。ありがとう、シャディア。もうお母さんのところに帰るんだ。外にいると危ない。私には悪いことなんて起きないよ。イセトがそばにいるもの、守ってくれるよ。ラララ。それじゃあな、シャディア、イセトと仲良くしろよ。動くな。ああ、ここはダメだ。ここに来たのが間違いだ。これはシャディアが書いたものだ。あの子が隊長を。なのに行かせてしまった。兵士よりも先にケルトを見つけなくては。ああ、シャディア、なんてことをしたんだ。ワニは子供にも容赦しないだろう。ケルトを見たか？ここなのか？ちょうど兵士たちが来て灯台へ連れてった。シャディアもだ。ケルトは抗議したが聞かなかった。何かおかしくないか？今までこんなことなかった。ホテフレスに伝えろ、早く。まずいぞ。ケルトとシャディアは灯台だ。早く行かなくても。故郷が今やギリシャ人専用の露天街だ。Right position, get out. Yo,
くしよう。終わりだ。奴の勝ちだ。代償はない。娘を、シャディアを、すべてを奪われた。奴には償わせてやる。奴に仕える者たちにも。それでも娘は戻らない。ああ。だが少なくとも報復の慰めは得られる。お互いにだ。そうだな。力になれることなら何でもする。ケルトから何か話は聞けたか？兵士以外に男たちもいたとだけ。大柄で堂々とした戦士。一人は赤毛だ。盗賊か？兵士か？おそらく剣闘士だろう。クロコディロポリスの闘技場の。こいつは、この怪物は自分の手は汚さない主義らしい。そいつを見つけて報いを受けさせる。必ずだ。